サンマルタン、サンマルタンは、カリブ海のリーワード諸島、ショーアンティル諸島北部にあるセントマーチン島、フランス5名、サンマルタン島北部にあるフランスの海外巡検、略称、である。フランス海外巡検サンマルタンは、サンマルタン島、セントマーチン島の北半分に位置する。この島の中央には、国境線が引かれており、南半分が、オランダ領、 シントマルテンなっている。南半分のオランダ両側を英語でダッチサイドとも呼び、対して北半分のフランス両側をフレンチサイド、フレンチサイドとも呼ぶ。また、海外巡県産マルタンの領域にはサンマルタン島の北東 3km に浮かぶ 0.8km 平方メートルなど周辺の小島も含む。サンマルタンは山がちな地形であり、 起伏に富んだ多多多くくくののの丘と多くの入り江ががある。る。また、サスが発達し、多くの赤湖を要しているフランス領側の南部、塔のほぼ中央にあるピクパラディ424メートルは島の最高峰である。西部にはシンプソンベイラグーンが広がっている。海洋性熱帯気候で北東貿易風が卓越している。気候は温暖で、 年平均降水量は1500ミ、mm、リメートル、7月から11月まで、ハリケーンシーズンである。主婦は、西部の港町、マリゴに置かれている。住宅の多くは、海沿いの定地に建てられており、グランカーズ、グランドケース、コロンビエ、コロンジェー、クルドサック、カルデスサク、カルティエ・ドルレアン、カルティエ・ディ・オーリンズ、レテール・バス、レテア・ベイセスなどの地区がある。この島は、 1493年にコロンブスによって発見されサンマルティン島と命名されたがスペインはこの島への植民を重要視しなかった。島に注目をしたのはフランスとオランダであった。フランス人たちはトリニダードとバミューダの中間に拠点を欲していたのである。1630年にフランス人とオランダ人が相次いで島にやってきて当初は 海賊の隠れ場所として使われていた。1633年、スペインがオランダから島を奪取し、入植者たちのほとんどを追放した。スペインはオランダによる脱会の試みを退けているが、一方で拠点経営への関心を失い、三十年戦争の終結とともに島を放棄した。空白となった島に、オランダとフランスが再び植民に乗り出した。 フランスはセントキッズ島から、オランダはシントユースタキウス島から、それぞれ植民者を島に送り込んだ。この過程で衝突も発生し、相手が容易に退かないことを知った双方は、全面戦争に突入することを避けるべく、1648年にコンコルニア条約に署名して島を二分した。その後、イギリスが島の支配を図り、フランス・オランダと激しく争うこととなった。 1648年から1816年にかけて持ち主の交代は16度も生じている。現在の境界線が確定したのは1815年のパリ条約である。島にはアフリカから多くの奴隷が移入された。最初に島へ奴隷を連れてきたのはスペイン人たちであったが、砂糖のプランテーション栽培が拡大すると移入され労働に従事させられた奴隷の数は膨大な。 ものとなった。1848年7月12日、フランス領側で奴隷制が廃止された。奴隷制度廃止後、プランテーション経営は衰退し、島の経済も後退した。1939年、セント・マーチン島、フランス・オランダ双方は免税港を宣言した。フランス領側が、 観光産業に注力を始めたのは1970年代からで、1950年代に、すでに観光業を中心とした発展を見せたオランダ両側に遅れをとっている。フランス両側では、1980年代に、ホテルの建設など大規模な観光開発が進められた。かつてサンマルタンは、フランスの海外圏であるグアドループ圏の管轄下にあり、共に北部諸島、 と総称されていたサンバルテルミー島と共に、サンマルタンイコールサンバルテルミー軍を構成していた。サンマルタンイコールサンバルテルミー軍には3つの関東、おごーり、2つのコミューンが置かれており、サンマルタンには2おごーり、サンマルタン第一将軍とサンマルタン第二将軍と1つのコミューン、サンマルタンがあった。グアドループ県からの離脱と、サンバルテルミーとの分離を求める声が高まり、 2003年の住民投票で76.17%が単独の海外準権、コムとなることを選択し、2月分離が決定された。2007年2月22日、サンマルタンは単独の海外共同体、海外準権として発足した。サンマルタンはフランスの海外準権である。グアドループ県は欧州連合 EU の 外部地域という位置づけになっており、ここから離脱したサンマルタンも外部地域としての地位に置かれている。法定通貨はユーロとなっている。観光産業と金融関連の経済が中心。約33,102人の人口がいて、住民の大半はアフリカ系の黒人で、クレオールやフランス人の白人もいる。公用語はフランス語でフランス語のクレオール語も話す。 宗教は、ローマカトリックが大半。オランダ両側との間の往来は容易であり、パスポートも不要。サンマルタンの中心地マリゴにあるマリゴ港は、天然の良港で、多くの船が訪れる。また、島にある多くの入り江は、海洋リゾートや、ヨットハーバー、マリーナとして整備されている。規模の大きなものとしては、北部のアンセ、マルセル、アンセ、マルセル、 東部のオイスターポンド、オイスターポンドなどが挙げられる。マリゴとイギリス領アンギラとの間にフェリーが就航しているほか、サバ島やサンバルテルミー島との間にも定期旅客航路が結ばれている。フレンチサイド北部のグランカーズ地区に所在する小規模な飛行場でサンバルテルミー島やクアドループなどカリブ海地域のフランス領とを結ぶ路線が発着している。 島のオランダ両側には規模の大きなプリンセスジュリアナ国際空港がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。